何？何？ねえ。そう。闇に生きるが定め。最強の魔を示す者が宝を手に入れられる。雪村さん、この第六天魔王よ、他にはおらぬ。猫がな。ハヤブサ殿、無へと返さ。魔人の娘の邪魔はしないことに。最強とかはどうでもいいけど、宝ってのも気になるし、ついていこうかな。面白そうだね。俺もついていくかな。負け者どもが引き始めたぞ。セルバーによると、負け者が宝の話をしていたみたい。倒して詳しく聞き出そうかな。私の道を阻むとは、身の程知らずな生き物たちだ。さあ落ちなさい。この伸びにゃがに逆らう者は消滅せよ。ハヤブサさん、まとめと返せ。容赦なき意志の子だ。わしに適した者は何人たりとも逃がさぬ。私が行くわ。魔とは闇の力、すなわち魔人の娘の力。妙な霧ごときで私を阻めると思う？待って、もしかしてユキオンじゃないかな。セルバーが指し示す方向に秘密の宝があるの。お仕置きね。私にやられたいの？これで満足。見事にバラバラな動きだね。魔という言葉の受け止め方もあんなに違う。さて、のんびりしている場合じゃない。みんなを助けながら進め。ついでに邪魔な敵や拠点を落としておこうか。化け物が進路を塞いでいるね。お宝とやらを守っているのかな。そうかもしれないな。ところで、あなたはずいぶん落ち着いて。無限変身リム、レクーディフルス。邪魔をしないで。だがね。ま、俺は鬼の狩猟だからね。化け物を見たぐらいでは動じないさ。これでいいのね。敵は全て討ち取ったぞ。させない。先へ進むか。ありがとう。責任は果たす基本だけど、すごいこと。戦ぶり。
るの。だからあなたのためなら、あなたならできる。その調子で続けて。これでいいの？いい流れね。これで先に進めるようになったみたいね。その調子で続けて。あなたならできる。覚悟することね。いい流れね。こんな感じで全身を投げかけて。責任は果たす。任務開始ね。任せよ。なかなかやりおるにゃ。これは戦う宿命。無限転身竜烈風神風雪。邪魔をしないで。二人でもダメなんだ。早く残りの一人を連れてこないと。あなたも私を倒せない。助かったぞ。そなたの救援決して忘れ。私に手伝わせて。耐えられる。もう仕事の時間。あなたも私を倒せない。するなど生意気な。すごい数だね。倒された化け物が仲間を連れて復讐に来たようだ。バラバラに挑んで囲まれたらまずい。みんなで協力して倒そう。一理ある。ここは手を組もうぞ。分かった。ここを切り抜けるためだ。雪村さん、穴を詰めろ。対象格の化け物を倒した方が良さそうだね。任務開始ね。責任は果たす。もう仕事の時間。少しはやるよう。因果応報。さらば。愚かな人間とは違うみたい。そなたの罠遣いもなかなかのものじゃ。
信長さんの銃もすごいよ。その肉球でよくここまでうまく扱えるね。さあ、怪しい門が開いたよ。お参加だ、行ってみよう。これが宝？何かの碑文みたい。魔が差すことなく協力することこそが最強の魔。このふざけた文章は何？たわけ！にゃにゃ。おお。裁きを与えてやろう。撃鉄を起こします。私は戦う。ハヤブサ殿。おう。ええ。ねえ、
まさか。うん、はい、オッケーよ。我らの大切なものを運んでいた輸送部隊はこの辺りを通過したとのこと。ここで落としたのか盗まれたのか、いずれにせよ探してみよう。あなたたち何を探しているの？私も手伝ってあげる。なんだてめえら。やぐりな、すべて落としてやる。騒がれては面倒だ。悪いが、おとなしくしてもらおう。ほら、また共に戦えようとは光栄です。お前とならやりやすい。今回も頼むぞ。悪くないのね。ないようですね。残念です。なんだか騒がしい。仲間を呼んだ方が良さそうじゃねえか。近くにも賊がいるようだな。奴らを刺激せぬよう急いで物を探すぞ。輸送部隊はあの辺りで休憩をしたそうだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急ごう。私の直感だと血が怪しそう。よかったら行ってみて。今日はこれくらいにしといてやる。状況も忘れてつい見とれてしまう。あら、悪くないのね。このロッドとリール、匠の技だな。あ、いや、これは目的のものではないか。ねえ、ハヤブサさんもお寿司好きなんでしょ？探し物が見つかったら寿司パーティーしましょう。そうだな。うまい魚と酒、そして美女がいれば言うことはない。ハヤブサさんたらお上手。あー、早く探し物見つからないかな。何？敵か。そういえば、めぐりな、昨日のごちそう美味しかったな。この世界にあんな料理があるなんて。二人にも食べさせてあげたかったな。裁きの時は来た。落ちるがいい。
かりは何もないみたいね。ところで、あなたたちの大切なものって何？霞殿、宿命なの。敵の増援か。数はそれほどでもないが、侮れないな。無用な殺生はこのまま。無限転身竜、烈風神風術。邪魔をしないで。ここは急ぎ脱出するべし。あら、悪くないわね。今日はこれくらいにしといてやる。敵将、討ち取ったわ。悪くない働きだ。怪しい奴らめ、出て行け。付き合いなさい。うまくできるといいけど。いいな、弱さでよく挑んできたわね。その調子で続けて。いい流れね。あなたならできる。いい流れね。こんな邪魔よ。あれ、悪くないよね。このおにぎり、お米のツヤがたまらない。いや、美味しそうだが目的のものではないな。さあ、今こそ攻めかかれ。ねえ、雪村さんのお作業いけるんでしょ。無限変身竜はじんま。探し物が見つけた。めぐりな、すべて落としてやる。そう、願ってもない申し出。ぜひ一根傾けましょう。元気お仕事楽しみ。私こう見えてもジャルだから。あとまで付き合って。二人が探してるものって何だろう。名探偵ディアが当てちゃうかな。はやぶささんは釣り具、雪村さんはお米に反応。これだから推理するね。宿命な。探してるものってまさか。いやいや違う、違うに決まってるって。無限転身竜、烈風神風術。邪魔をしないで。なるほど、あなたは手だれであると認めます。耐えられる。私を誰だと思っているの。無双の忍びよ。強いのね。あなたが味方でよかった。ここは一度引くしかないか。いい、私が必要なの。あなたならできる。悪くないのね。いい流れね。その調子で続けて。あなたの裁きを見せなさい。あなたならできる。これで終わりね。そのまま始末なさい。楽しそうですね。ここからが本番です。始末する。その調子です。くらいなさい。残念ですね。レグリナ、結局全て落としてやる。目的のものも見つからず、ほどここに至っては致し方ない。あの大将を倒して逃げよう。ああ、
く、あの極上の焼酎は見つかりませんでしたね。新鮮な魚も寿司もどこかに消え失せたな。え、あれってあなたたちの？私が昨日いただいちゃった。え、オッケーよ。